はい、LGBTQ の Q クリアのまこねです。今日も今日のアウトプットをやっていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。で、えっ、ー、と、今日のアウトプットは、えっ、ー、と、私がね、自分の勉強のためにやってることを皆さんに、あの、シェアしていくっていうか、アウトプットしていくっていうような内容になってます。で、今はシーズン1、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指している私の、えっ、ー、とね、 ここにインストラクターになる前の生活アドバイザーとプロフェッショナルアドバイザーになるためのテキストをもとに、えー、と質問形式、問題形式でねあの、学びをやっていきたいと思います。なので、えー、とこのシリーズを見ていくと皆さんもダイエットのことをもっと詳しく知ることができると思います。はい。で、えー、と今はね、えーと、現代ダイエットの基礎知識という章をやっています。 で、全100回シリーズなんですが、これね、全100回シリーズ、テキストに2冊入れて、全100回。今日は、えっ、ー、と、7日目七日目ということで、九七質問7をさあやっていきたいと思います。では、質問7はこちらです。はい、えっ、ー、と、メタボリックシンドロームで BMY は判断できる。まるかバスか。まあ、メタボリック症候、メタボリックシンドロームは、まあ、肥満ですよね。 肥満あの要するに BMI で肥満は判断できるかっていう話なんですが BMI って聞いてあのみんなすぐ分かります <laughs> 次分かりますって言ったらまあちょっと失礼な気もするんだけどあの私は実はね BMI っていうのはあのこのテキストを見るまでなんかどっかで見覚えあるんだけどあんまりよく分からなかったです。はい、あの身近なとところだと 体脂肪率が測れる体重計にあの結構出てくるかな。BMI は、ね、あの後でちょっとお話し,しますがあの、体重計と身長が分かれば計算で簡単に出るんです。なので、身長を入れて、 体重を入れて、年齢を入れてるみたいな感じの、あの、うんとデータを入れて、体重計に乗りますっていうような体重計。今ね、1000円2000円のものでもそういうのばっかりだと思うんですけども、そういうものだったら、BMI も一緒に計算して表示してるんじゃないかと思ってます。多分ね。まあそうじゃなかったらごめんなさいね。私がね、あの、普段、あの、ジムでね、勝手にこっそり使わせてもらっている体重計は、本当体重しか <laughs> 出ません。なので、他に私は体重、あの、体重効率強。 って,思っててあの自分でこっそり測って飲んで,で、まあ、それは、ね、BMI も一緒に出るんですけど、まあ、早速、ね、BMI って何ですかっていう話からやっていきたいと思います BMI はボディマウスインデックスの役でそう、まあ、要するに体格指数とか肥満度、まあ、肥満度の方が分かりやすいかな そう、肥満度を表すものなんですけども、まあ今日の問題はね、この肥満度で、あのメタボが、あの、判断できるかっていう問題なんですが、皆さんどっちだと思います <laughs> 普通に考えてさ、これが判断基準でしょって、まあ私は思いましたよ。<laughs> 私は最初、丸って書いてた。うん。さあどうなんでしょうね。さあ次は、 じゃあ、BMI はどういうないどういうものを指すものかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。で、BMI っていうのは1メ、1名、一平方メートルあたりの値。体重で求めた値。なんか、え <laughs> 私また入力ミスかなーなんてちょっと思ってる。1メートルあたりの体重で求めた値です。はい。で、肥満度を表す指数で世界的に使用されてます。はい。 そう。なので、どこの国の体重計でも BMI は多分ね、今時出てると思うんですが、はい。と思うんですが、まあ出てないのあるかな、今時。私は、あの、ここ何年も BMI が出ないような体重計なんか見たことないんですけどね。ではね、標準値はどうなのかっていうと、これはね、えっと、男女ともに22が日本の、日本人のね、標準値なんです。実は、あの、大阪、 大学のね、医学部が5000人を対象に BMI とね、疾患病、まあ、病気とのね、関係性を調査したときに、BMI が男子22.2、女子21.9のときに最も病気の発生率が低かったっていうことが分かったんですよ。そのために、日本肥満学会は男女ともに22が標準値っていうふうに定めてます。はい。22ね。<laughs> 私のね、あの、<laughs> あの、 通知後で出てくるけども、うん。<笑><笑>まあね、実はね、さっきも言った通りに、まあこれね、あの身長と体重さえ分かれば、簡単に誰のものでも測ることができます。そう。じゃあ実際に私の、私の今日現在の、ね、今日現在、これ収録している今日現在の、えっ、ー、と、3月の20日だ。20日現在のデータをもとに計算してみましょう。 まあ今更ね、私の体重を出すのは恥ずかしいという、言えなくなってきたっていう感じなんだけど、えっと今日はね、102.5キロ。はい。で、私の身長174センチなので、これを元に計算していくんですが、そう、ここで注意しなきゃいけないのが、えっと身長が、身長のところね、カッコメートルってなってるでしょメートルって。 うん、で私の身長は 174cm になっている。ここね、ちょっと私も初めて計算したときに、計算がおかしいなと思ってよく見てたんだけど、まあ、これねあの、計算するときはメートルで計算します。なので、えーと、計算式はこのようになります。体重割る身長割る身長。そう、102.5割るの1.74割るの1.74。つまり身長のところが、 えっと、センチメートルじゃなくてメートルなので1.74になるんですね。はい。これを、あの、あの、計算していくと33.8になります。なので、私の今日の BMI は33.8です。標準が22ですからね。標準が22なんで、倍まではいかないけど、まあ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 、えっと、3割増しぐらい。<laughs> <laughs> まあね、このなんとかまして、私、あんまりよくわかんないんだけど、<laughs> パッて計算できないけど、ごめんなさいね、はいまあえーと、こうやって計算することができます、なので、体重計に乗ってるの出てる BMI は別にねあの、あそこでなんか測,測定して BMI を出したわけじゃなくてあの、あそこで測定した体脂肪率をもあに、あのであの入力されてる身長と計算して出てるだけなんですよ。はい なので、まあ、計算の仕方を知っていれば、まあ、誰でも簡単に計算できるんだけど、まあ、今時ね体重計乗れば BMI もわかるということでしょう。<laughs> でえっとね B、実は BMI をもとにあの標準体重を求めることもできるんですが、それも簡単に計算であの出すことができます。もちろん覚えててもいいんですけどね、自分の,、ね、あの標準体重ぐらい。私の場合はこんな感じですね。 私の場合は、66.6、えー、が標準体重なんです。なので、102ってことは、えー、と40キロ以上、まだまだ太っているってことですね。さっきは遠いな。まあ、この標準体重の求め方は、えー、と身長、さっきと同じようにメートルですね。1.74×1.74× 標準値である22を書きます。そうすると、66.6っていうのが出てきますね。 まあ、計算に強い方は、さっきの計算の真逆だねって思ってくれると思うんですが、計算に弱い方は、標準体重は丸覚えした方が早いです。<laughs> まあね、ダイエットと指導する方とかは多分標準体重表みたいなの持ってると思うので、まあ、あの、わざわざ計算することもないと思うんですが、まあ、計算でも求められるっていうことなんですね。そう。で、これから、ここからね、あの、今日の問題の、えっと、 bmi でメタボは判例できるかって話になってきます。実はですね。bmi にはあの問題点があって、実は日本と欧米では判断基準が違うんです。まあね、あの体型も違うし、体格も違うしね。まあ、体格が体,体型というか体格が違うからね。まあ、あの民族によってあの体型体格違うじゃないですか？ まあ、アジアの人はやっぱり小柄ですよ、小柄。うん、そうで、まあ、あの欧米の方はやっぱり大柄、男性も女性も。で、黒人の方は、ね、あの男性も女性もね、結構筋肉質ですしね。うん、そうだから、みんなね、あのえー、とその国々によって BMI が違うと。まあ、さっきあのお話の中で、大阪の大学が BMI の疾患率を、あの病気の率を計算した。 あのあのと計算したというか、データを取って作ったとっいうふうに、日本の基準が22だというふうに出てたんですけども、まあ、これはねあの欧米とは、欧米の人とは比べられないから、日本で独自に、えー、と調べたということなんですね。なので、問題の答え、そうメタボは BMI で判断できるかというのは×です、罰うんつまり、あの単純に BMI だけで、 判断できるわけじゃないんですね。もちろん材料として、判断する材料として、あのー、あの、有効ではあるんですが、あのー、ね、まあ全員が日本人っていうわけでもないですからね。<laughs> まあ人それぞれ体格によって、あのー、完璧に、あの、あのー、んと標準値が標準値っていうわけではないと。<laughs> いうことになるん,です,んです。そう。で、今回はね、ちょっとこの、 ショーでお話ししてないんですけど、あのね、いずれね、いずれ、あのえっと、目標体重っていう,こう、ダイエットにおける目標体重の計算の仕方っていうのが出てきます。そうすると、あの私の、ね、目標体重は、実はね、あの計算上ですよ、計算上です。うんえっと、84キロぐらいなの。そう だから私が目標としているのは66.6じゃなくて今のところ 84kg ぐらいなの。で、その 84kg も体重がお最初に体重がねあの16時間断食をスタートしたときはあの86とかだったかなもうちょっと上だったの体重が折ってきたらちょっとずつ減ってきたからもっと体重が減っていくともっと、ね、体脂肪率が減ったり体重が減ったりしていくとあのそのね 目標体重もも変わっていいくかもしれない、うんまあ、そんなわけで今回はね BMI って何ですかっていう話をお話ししました、まあ、皆さん BMI ねあの、うん、と体重計に乗れば分かるので、まあ、あの自分が22よりあの大きいか小さいかで、まあ、大体自分が太り気味かな痩せ気味かなっていうのを判断していただければいいんじゃないかなと思ってますそんなわけで今日も終わりの時間になってきました そう今日はちょっと早いでしょちょっとあの考え直しました。私はあ,のあ,とあんまりダラダラしゃべるのはあの別のポッドキャストでやればいいかと <laughs> 思い直しました。すいませんね。いつもコロコロ変わりまして。では明日の問題は明日の問題はこれです。BMI が高いから即ダイエットが必要だ。丸かバツか。うん うんうん、どうだったかな私も忘れちゃった。<laughs> どうだったかなそうわざわざこういう問題が出るあたり、またバスな気もするけどね。<laughs> まあ、ちょっと私も今、私もね、次のページ見ないとあの答え出てないので、ちょっと自信ないから、ちょっと黙ってよ。まあ、そんなわけで今日もこれで終わり、今日も終わりになりますが、実はですね、あの、 今日分じゃなくて、明日分から、明日分から、えっと、毎日お昼過ぎの、お昼の12時に発信しようと思ってます。はい。まだね、あの、いろんなところを実験的にやってるんですけども、あの、16時間断食って確かにね、お仕事してる人にぴったりな、あの、健康法だと思うんですよ。ダイエット法じゃなくて健康法だと思うんですよ。そう。 あのまあ、夜は寝てればいいわけだし早めにご飯食べてそれからぐるっと回ってお昼が最初のご飯みたいな感じの,あのスケジュールでいけばあの16時間断食はお仕事してる方忙しい方でもできるあの運動よりも確実なあの健康法だと思うんですよ。ととなるとあの どうなんだろうな何時間、何時ぐらいに配信した方が皆さんが見やすいかっていうと、ちょっとまた私は何とも判断がつかずに、私の中では、まあ、12時のお昼ご飯を食べた後に、ちょっと休憩の合間に、えっと、10分、15分ぐらいの動画を見ていただければいいなぁなんて気持ちで、まあ、12時に切り替えました。まあ、またしばらくね、1週間ぐらい配信してみて、まあ、ちょっとまた変えるかもしれないんですけどね、まあ、とりあえずそんな感じです。 そんなわけでですね。えっ、ー、と、明日の配信分から、えっ、ー、と、お昼の12時になるので、また明日、ぜひ、お聴きください。そう。だいたいね、15分くらいで終わるように、今日から頑張ります。<laughs> じゃあ、またね、孫ネでした。バイバイ。